2020年10月1日、午後の祈りを始めます。慈しみを問う者たちよ。いとわぬ努力をしている者たちよ。蔑む者たち。心ばかり寂しく思いまする。悲しきかな、人が人をあざけ笑い、落ちることを望む心を持つ者たち。その心の寂しさの原因はどこにあるのか。この世にあるものは皆、あなたたち人間が望んだものでございまする。今富があるものも、今名声があるものも、今地位があるものも、もともとは何もなかったものであり、たまたま今、少しだけ手にしているものが、自分のものだと勘違いしているほど、愚かなだけでございましょう。しかしながら、その地位や富や名声を手に入れるために、どれほどの努力をしてきたかも、手にしたことがないものは、わからぬことでございましょう。私たちには支配というものの意味がよくわかりません。共に生きる者、共に存在する者同士、肉体を持っていようがいまいが、私たちは共に存在しておりまする。あなたが目に見えるものしか信じなくとも、私たちは常にあなたたちは見ておりまする。それはあなたの行動したことだけではなく、あなたが思ってきたこと、そのすべてを聞き、見ておりまする。心の中で思ったことを、まさか誰か聞いているとは思わぬことでしょうか。あなたたちは人間の父母の体を借りて、生命を借りて、生まれたものだからこそ、その生命となる肉体の因子、DNA にも、すべて様々な意識という記憶エネルギーがございます。目に見えぬから、機械で測定できぬから、それを信じないという方たちは、自分の明日を信じないのと同じでございます。その方たちには、なおさらに、明日を信じられぬほど辛い経験をすることになります。もともとあなたたちの魂には、時間という概念を設定してはおりません。それは私たちの世界と同様に、時間ではない、ただ、ある、いるという意識の中に存在しているからでございます。存在している同士は共に、その距離と時間の間隔を超えた、遠いか近いかはわかりまするが、
それを測る術はありません。しかし、お互いを見える形であっても、なぜか思うだけで心が通じ合う世界が魂の世界でございます。もともとその世界から肉体を持つために生まれたあなたたち人間には、その魂の記憶がすべて入っておりますが、お忘れになっている方たちが多いからこそ、時々フラッシュバックのように思い出してしまったり、することがあるのでございます。それは過去にもあなたの魂が経験した葛藤や苦しみ、悩み、また愛の喜び、そのすべてを魂は記憶しているからでございまするが、そのすべてをあえて消し去り、新たな記憶の始まりを今世この肉体を持つことで始めさせた理由をまだ気づきませんか。あなたたち人間には、そう、この人間という種族を地球に誕生させたとき、あなたたちの魂は恐れるほど多くの経験をしており、その宇宙すべての魂の経験の記憶をもし思い出すならば、到底この世を楽しく生きることなどできぬからこそ、その記憶をすべて一旦消し去り、まっさらな状態で生まれるように設定しております。その意味が何かをまだ気づかぬならば、あなたが今、自分にしていること、他人にしていること、他人から思われること、そのすべての学びが、過去も同じ愚かなことを繰り返していたのかと、一度考えてみてくださいませ。過去の苦しみを乗り越えるほど、この今世での苦しみを乗り越えられれば、それはあなただけの人生ではなく、その魂に関わったすべての方たちが、共に学べるように生まれさせているからこそ、生まれた年場所、親子関係の、そのすべての苦しみ、因縁さえも、実は過去の、古い魂記憶の繰り返しでもあります。しかしながら、今世初めて経験することなど本来魂にはありませんので、その過去の記憶と経験を超えるために、すべての記憶を消し、新たなチャレンジをして、苦難を乗り越え、悲しみを乗り越え、その共に敵同士、また仲間同士でさえも、それを超える信頼と愛と調和の心を学び、そして自らが生み出すために、この地球という星に選ばれて生まれたこと、まだ思い出せませんか。どれほど多くの時間をかけ、いくら魂転生をさせたとしても、長いこの年月の歴史を見ればわかる通り、人間がする諸行は、どの時代もあまり変わりません。支配するもの、されるもの、批判するもの、されるもの。しかし、
新たな希望を作り出し、新たな世の中を作り出すほど、豊かなリーダーシップと、支える愛を育む心と、そしてそれを導き、子孫に伝える知恵を持つ方たちが、増えなければ、この世で人類は続くことができなくなります。科学や文明というものがこの星に生まれてから、どれほどの時間が経ったか、ほんのひとときでございます。あなたたちが思い出せぬほど、古き宇宙の星には、無限に進化した星がございます。その進化から見れば、今のあなたたちの進化のスピードは、赤子が乳母車に乗るほどのこと。ハイハイからやっと歩き出すことを覚え、楽しみを覚えたぐらいでございます。なぜあなたたち人間に想像力を与えたのか。夢を描き、希望を感じ、そこに一生懸命力を注ぐことにより、今までにない新しい発明や価値観や素晴らしい気づきが与えられるようになっているからこそ、前を向かなければ何も生まれません。今目の前のことが苦しき、悲しき、辛き時期に入っているならば、それはあなた自身が変わりなさいという愛のメッセージだと気づいてくださいませ。誰かのせいにして泣き叫んでも、それはたかが赤子の泣き声のようなもの。大の大人がそんな恥ずかしいことはやめましょう。あなたたちはこの肉体を失うまで、まだまだ繰り返すことがたくさんあります。自らの愚かさに気づき、その愚かさを改めなければ、無限無限に同じ学びが続くように設定されているのが人間でございます。その仕組みから乗り越えるためには、変化するためには、あなた自身が新しい発想を持ち、新しい人たちと共に気づき合い、育み合い、生み出し続けなければいけないものがございます。それはどの時代にも必要な希望でございます。あなたたちにはその希望の種も与えております。命がある限り、命が続く限り、永遠無限にその希望を子孫に伝え続け、また伝え残すことがあなたたちの共通使命であり、そしてその思いを持って次の世代がまた親を超えるほど賢く、また尊く生きることができる種族なのだということに気づいてくださいませ。現状の誰か何かを批判しても、それはたわごとと同じ。あなたが代わりにするのか、もしくはそれを超えるほどの人間となるのか、その人としての学びは、あなたが選んでいる経験のステージでございます。時において自分のことしか考えられぬ時もございましょうが、それはあなたが自分を、自分自身を見つめなければいけない時だからこそ、
苦しくとも辛くとも、すべてが自分のせいとして、世に起きる、身の回りに起きることから学ぶ心を見つけなければいけないのです。あなたが選んで生まれたこの星。あなたが選んで生まれた両親、兄弟、家族、そして土地。今お住まいの土地も、また関わる人たちすべても、過去の魂の触れ合いがなき者は、出会うことなどございません。すべてが過去に出会った者たちだからこそ、ひとときも一生も、出会った者たちと共に作り出さねば、何も生まれません。あなたはそのために、一人ではない、そう思える時間を過ごすことが必要なのでございます。心を合わせるこの祈りにおいても、自分一人で祈りながらも、共に世界中で祈る人たちの思いに触れ、その触れた思いが、必ずや見届けられることを感じながら、心を合わせてくださいませ。私たちは待っておりまする。あなたたち人間が、その一部の人でも、良いので、この地球を希望に導くために、自分が生まれてきたと思い出し、そしてその行動をする人たちを心から願ってお待ちしております。その人たちが行動し、発言し、皆の意識を変えなければ、この星、そしてこの人類、生物、すべてが淘汰されてしまいます。星は命があります。あなたたちの肉体と同じように、しかしながら同じ魂をお持ちだと気づいてくださいませ。魂には差別がございます。だからこそ共に違いを認め合い、育み合ってくださいませ。そのための時間を喜びにする努力こそが、あなたたち人間の生きる業、そしてさがでございましょう。それもあなたたちが選んだものでございます。どうかこの生きている時間を喜びにしながら、そしてその喜びを共に感じる者たちの輪を広げ、大きな進化を遂げてくださることだけを願いいたします。心より心より願い申し上げ奉ります。いつも祈りに心を合わせてくださる皆様、本当にありがとうございます。